こんにちは、吉谷さん。今日はですね、この林風という書籍を紹介したいと思います。これはね、朝起き会という、まあ多分日本全国にあるんでしょうけども、とってもね、心の清らかな、ありがたい方が集まって、まあ、心をね、高めていこうみたいな、素晴らしい、平和は自ら作り上げるものとかね、書いてますね。林風、美しい花が関東にグラビアであって、ちょっと怖い女性がいますね。なんだこれは。幽霊か。よくわかんないですけど、朝の誓い、いいですか。今日一日、3つの恩を忘れず、喜んで進んで働きます。前働きたくないですね。今日一日、人の悪を言わず、己の善を語りません。まあでも、これを持ってくる方は、いや、林風ってこんなに素晴らしいことしてるんですっていうふうに教えてくれます。3つ目、今日一日気づいたことは身軽にすぐ行います。あ、これ素晴らしいですね。行動できてますか。次、腹を立てず不足の思いをいたしません。最後、3つの無駄を排し新しく大地に生き貫きます。というふうなね、朝の誓いがあるそうなんですけども、これが何に使われているかはよく分かりません。ただね、朝5時とか6時に集まって何かするそうなんですよ。で、こういう方が来たら、吉谷さん、そして皆さんどうしてますか。すげなく追い返してますか。もうしてないですよね。例の NHKの集金が来たらどうする、宗教が来たらどうすると同じように、温かく迎えてあげようじゃありませんか。だって全ての出会いは宝なんでしょ。出会いに感謝でしょ。なんでこういう人の出会いをないがしろにするんですかってことですよ。で、こういう方との信頼関係を作ることを一つのトレーニングにしながら、そしてこの人たちは本当に人を害するような人ではないですよ。こういう人からまずはね、仲良くなっていく、自分の身内に置いていくっていうことをして、職場の方、普段ね、仲良くない方との関係も円滑にしていくような突破口がね、見出せるんではないかなと思うんですよ。こういうふうに向こうから来ていただくような、そういうふうなね、頼んでもらうのに来てくれる方と信頼関係が築けないのに、じゃあ誰に対して信頼関係を作って物を売ろうとしてるんですかって話になりますよね。NHK をね、ぶっ壊すみたいな人もいますけども、いや、 NHK 壊れたら来客数が減るからやめてくださいって話を私はしたいですね、本当にね。まあでもね、 NHK は最近は事情引き落としなんで、あんまり来てくんないんですよ。だからなんかね、この方法も使えなくなっちゃうんですけどね。皆さんのところはどうでしょうか。で、今回ね、お話したいのは制約率 100% という話で、いただきましたけども、本当にね、メルマガとか YouTube のチャンネル登録とかをしてくれるまでこうやって見とくんですよ。してくれますから、本当にね、それの積み重ねです。だから私はね、誰でもできること、まさに誰でもできることをやり続けてここまで来てるわけなんですよ。でも誰でもできることをなかなかそれができないについて言ったら、どうしましょうかって話ですよね。何にもせずにこうやって黙ってるだけでチャリンチャリンと物が売れてお金が入ってくるような世界っていうのは、どんな超能力ですかって話ですよね。どっかで自分、もしくは会社、もしくは商品の魅力を伝えるってことをしなければなりますよね。物がポンと置いてあって、勝手に人がそれに気づいて、これいくらですか、誰が売ってるんですか、どこにお金払えばいいんですかって聞いてくれるような世の中だったらいいですよ。だからそう思ってるんだったら、何もせずにこうやって目をつぶって黙ってるだけでお金が入ってくる世界とか来るでしょう。物が売る世界が、そんなことはないですからね。ここにこんなもんがありますよって、これはあなたに必要ですよっていうふうに教えてあげるっていうんですかね。情報化社会ですから、情報ってものを生かしてその情報を届けてあげる、会社の情報を届けてあげる、自分の情報を届けてあげる、商品の情報を届けてあげる、これが営業でありセールスだと思うんですよね。で、これをせずになんとなく売り上げが上がるっていうふうに思っちゃうと、そうはいかないんですよね。サラリーマンとかじゃないですから、月末になんかわかんないけど入金されたみたいなことじゃないですから、私の入金の意識っていうのは、誰かのお財布にチラチラと見えている万札がペラペラっと取り出されて、そして私の手の上に乗る、もしくは ATM に入るっていうところを想像してますよね。だからここまで考えて支払いの請求をする方っていうのはあまりいないと思うんですよ。でも私はね、すごいリアリティがあります。これはまざまざと浮かぶようです。そして通帳に記入すると名前と金額が出てるんですよ。で、その名前の入った、そのお名前で動画を撮って感謝のメールを送ったりね、どこどこで会いましょうとか言って実際会ったりとかするわけなんですよ。で、こうしてみるとね、その会う時間がないとかっていう話になってくるんですよ。確かに最初はないですよ。でも最初の一人から始めるしかないじゃないですかね。最初の一人ですよ。それこそ最初からね、100人200人っていう人と会う、信頼関係を高めるために話すってことは無理ですよ。まずは一人です。その一人をいつやってるんですかってことなんですよ。なかなかできないって人に限って最初の一人目もやってないんですよね。
じゃあ1人目をやってる、2人目をやってる、100人はまだですっていうんだったらなかなかできないも通用するんですけども、そもそも1人もやってないと、もうやる気もないと、うん、どこで何をするんですかって話になっちゃいますよね。まあ、そうなるとチャンネル登録どころじゃなくなって、まあ、ビジネスも成り立たないってことになっちゃいますんでね、目の前の人に最大限尽くしていくってことを繰り返す、そんな日々であればいいんじゃないかなと思います。でこうやって動画を撮るのもですね、見てる人に語りかけるようにやってるわけですよ。ね、旗から見たら気持ち悪いですよ。誰もいないところで一人でこうやってカメラに向けて喋ってるわけですから。で録画ボタンが押されてない時の悲しさありますからね、たまにね、こうやって熱々喋って、それではいかがでしょうかみたいなこと喋って、録画ボタンをね停止で押そうと思ったらオンになったみたいな、あれ入ってなかったんか今みたいなね、そんなことが繰り広げられる毎日でございます。まあでもね、そんな失敗も繰り返しながら今日までやってきてるのは本当に視聴者さんの皆さんのおかげでございます。おかげさまでね、こんなランニングみたいな格好でやらせていただいております。次からちゃんと物を着ようかと思います。結構腕太いですね僕ね。これ何ですか、これ気持ち悪いですね、僕の腕太くって、なんかランボーみたいになってきましたね。うん、はい、ありがとうございます。